メルケル細胞は軽い接触の感覚を感じるのに必要な楕円形の機械的受容体である、脊椎動物の皮膚に見られる。人の指先等の感受性の高い皮膚に多く存在し、シナプスで体性感覚の急進性神経繊維につながっている。希少だが悪性で扱いの難しい皮膚癌の一種であるメルケル細胞癌になりうる。メルケル細胞は 神経体細胞に由来するという報告があるが、哺乳類を用いたより、最近の研究では、その起源は、上皮細胞であることが示されている。メルケル細胞は、すべての生物の皮膚及び、粘膜の一部で見られる。哺乳類の皮膚では、表皮の基底層で見られる、透明の細胞で、直径は約10マイクロメートルである。表皮突起と呼ばれる。 測定表面の表皮の貫入部でも見られる。多くは感覚神経の神経終末と接続しており、メルケル神経終末として知られる。これらは地順の大型急進性神経繊維につながる。5から15ヘルツの低周波の振動と深く性的な接触に反応する。需要やの狭さから指先等に用いられており、長期間の圧力には反応しない。 メルケル細胞の起源については20年以上も議論されている。鳥の食費実験からは神経体細胞に由来すると示されるが、哺乳類の実験からは上皮細胞由来であることが示される。ドイツの解剖学者フリードリヒ・メルケルはこれらの細胞を接触細胞と呼ぼうとしたが、その機能を証明するのが難しく議論が続いた。後に、 遺伝子ノックアウトマウスにより、その機能が解明された。メルケル細胞は、下流の濃度が高く、神経内分泌機能を持つため、オペット細胞と考えられることもある。ありがとうございます。